これは、イッチが昔、横浜の治安が悪い場所に住んでいた時の話。ある日の深夜、イッチは仕事帰りに、おぞましい光景を目撃してしまう。夜で歩けばアジア系の立ちんぼやら、キャバのキャッチやら、見るからに肩着せないおっさんやらがわんさかいるし。昼間は昼間で道端で泥酔してるじいさんやら、大声で独り言を喋りながらスーパーで買い物してるおばさんやら、まあ変なのがたくさんいたのよ。そういうのと遭遇した際には、場所が場所だし仕方ないよなー、と半ば諦めの境地で全力でスルーしてたんだが、あの時エンカウントしたやつは、ヤバさのベクトルがちょっと違ってた。夜、会社からの帰宅する途中だったな。バイクを近場の駐輪場に停めてアパートへ帰る際、途中で狭い路地を抜けていくと少しだけ近道になるんだけど、この路地、酔いつぶれたおっさんが寝てたりすることが多いから、あんまり普段は使わないようにしてたんだ。その日は帰りが遅くて、会社出たのが深夜1時を回ってた。で、一刻も早くお家に帰りたくて駐輪場に高速でピットインした後、その路地に突入したんだが、入り口あたりから路地の中頃にある街灯横に黒い塊が置いてあるのが見えた。遠目で見た感じは、大きめな黒いゴミ袋。なんだろ?と思いながらテクテク歩いて近づいていくと。ゴミ袋あたりから変な音が出てるのに気づいた。なんかにちゃにちゃ、とかそんな感じの生っぽい音がしてんの。え?と思いながらさらに歩みを進めるとゴミ袋が微妙に動いてる?そこでさらに気づいた。これ、ゴミ袋じゃなくて人間だわ。しかも二人いる。片方は黒っぽいコートを着た男っぽいのが、足をこっちに向けて倒れてるっぽい。もう一人黒い服着た男か女かわからないでかい黒いのが、こっちに背を向けて男っぽいやつの上に座り込んで何かしてるっぽい。おいおい、やってんのか?とも思ったが下のやつ、靴の向きからしてうつ伏せだから違うっぽい。意味がわからないし気味も悪かったが、当時の俺は疲れていた。そして土地に鍛え上げられて、対不審者耐性があまりに高すぎた。そのため、またかよ、とか内心毒づきながら全力スルーを決意。さらに歩みを進め、2、3メートルくらいの距離まで近づいた時だった。車友携帯が鳴った。突然のコール音に俺びっくり。平時に聞くと大した音量じゃないけれど、静まり返った路地で鳴るとコール音って結構響くのな。多分、あの上に乗ってたやつも驚いたんだろう。体ごとこっちをぐるんって振り返った。おっさんだったよ。メガネでちょっと小太りで黒いパーカーのフードをかぶって、ナタっぽい獲物を手に持ったおっさんだった。口周りが黒っぽく汚れてて、はあはあ犬みたいに白い息をしてて、メガネが街灯の照り返しで真っ白に見えたのを覚えてる。そしておっさんがこっちを向いた時に、おっさんの体で隠れてた下敷きの人が見えたんだけど、背中の上に白っぽい手が置いてあるのが見えた。黄色っぽい切り口がこっちを向いてたよ。さっきまでの音と、おっさんの口の汚れとで、おっさんが何をしてたのか秒で悟ったわ。これ多分、食ってたんだよ。下敷きにした小柄な男っぽいやつを。多分あれ、よくいる酔いつぶれた人とかだったんじゃないかな。そこからは早かった。あまりの光景に一瞬硬直したものの、コンマ数秒でキビスを返して全力で逃げ出す俺。ただ、声が出ない。心底ビビると息が吐けなくなるとか初めて知ったよ。背後からは多分おっさんのものであろう叫び声。ただ、明らかに人間が出す声じゃねえのよ。例えるならドスを聞かせたモスラの幼虫。ギシャーって感じ。なんとかコンビニの明かりがあるとこまで逃げてきて後ろを確認して、追ってきてないのを確かめたら、なんだかボロボロ泣けてきて、コンビニ前にしゃがみ込んで大号泣。旗から見れば不審者の仲間入りだな。で、
泣いてるとまた社友携帯が鳴った。電話の主はうちの先輩で、使う書類が共有フォルダないんだけど、どこに保存したか知らない、という内容だった。それどころじゃねえよ、と思いながらも泣きながら受け答えて電話終了。途中、泣き声なのを心配してくれたが、自分が見たものの頭の整理が追いつかず、なんでもないです、の一点張りで通した。人と話してちょっと落ち着いたので、俺はその足で交番へ行くことにした。が、まさかの無人。交番の中に無人の際はこちら、と書いてある電話があったのでかけてみたが、まさかの誰も出ず。横浜の警察はダメだな。結局その日は一人で家に帰るのも怖かったので、タクシーで桜木町の漫画喫茶へ行き朝を迎えてから帰宅。翌日、朝一で体調不良で欠勤する旨を会社に連絡、引っ越し先を探し、週明けには日吉へ転居した。あの現場、というかあの界隈には以降一歩も近づいてないのでその後どうなったかは知らない。カニバリズム殺人とかのニュースもないし、あのおっさんまだいるのかなぁ。